ではこの時間の交通情報。FM Kokoro Traffic Information。阪神高速の3号神戸線が事故のため渋滞しています。神戸線は須磨方面に向かう西行きの魚崎付近で乗用車の事故のため、左側の車線が規制されて8キロ渋滞しています。渋滞の影響で深江の入り口は利用できません。このほか環状線合流までの主な所要時間は通常15分のところ、池田から50分、森口から25分、水廃から40分、堺から45分かかっています。高速道路の近畿道は松原方面に向かう南行きが、特に摂津北インター付近を先頭に中国道に伸びて6キロの渋滞です。名神高速は西宮方面に向かう下りが、瀬田西インター付近で5キロ、豊中インター付近で2キロの渋滞です。京滋バイパスは大山崎方面に向かう下りが、小倉インター付近で2キロ渋滞しています。以上、FM こころトラフィックインフォメーション、ジャティックの栗山でした。ホッホッホー、メリークリスマス。シーズンズグリーティングス from FM こころ。